最後にですね、一番大きなハードルである PCR テストをこれから受けに行きます。アスワンのローカルの病院で、受けるんですけど、まあいろいろ不安ですね。まあでもいろいろな状況を想定しておいた方がいいかなと思いますね。まあ症状は全くないですけど、万一ポジティブだった場合、陽性だった場合、これはどうなるんでしょうね。いやー、ほんとね、こればかりはわからないですからね。完全に無症状でも陽性になっちゃう人、陽性が出る人もいますからね。いや本当に、まあ、結果は今日 PCR テストを受けて、結果自体は明日になるので、ひとまず行きたいと思います。昨日 PCR 検査をアスワンのローカルの病院で、受けました。海外のやっぱりよくわからない地域に来ると、まあ一個一個のね、ステップをクリアするたびに達成感がすごいですけどね。インドでも感じたりしましたけど、ひとまず PCR 検査を受けれる病院を見つけたことと、その中で PCR 検査を無事に昨日受けれました。そして一番重要なのはここ、結果ですね。今日これから結果を受け取りに直接行くんですけども、まあ、もしポジティブだった場合、陽性だった場合、まあ完全にエジプトでスタックしてしまうということになりますし、まあ、陰性であればもう万々歳、もう無事に明日の早朝、アスワンを立つことができます。ということで行ってみたいと思います。無事に陰性ゲットできるのか、結構緊張です。行ってみましょう。さあ、それでは陰性証明をゲットしましょう。もうね、半ば廃墟みたいに見えますから、こういうところでPCR テストを受けるなんて考えませんからね、あまりね。まあ、これがローカルのホスピタルですよ。やったここ最近こんな嬉しかったことをなかったですね。ついにやりましたよ。ついに私 PCR テストの陰性証明を手に入れました。イエス。いやー、これはね、嬉しい。アブシンベル神殿を諦めて、そのためにアスワンに来たと言ってもよかったのに、計画の見積もりがちょっと甘くて、結局諦めてですね、下見に一日費やして、そしてテストを受けた日、そして今日結果を直接病院に取りに行った日、この足掛け3日間でようやくアスワンで陰性証明を取ることができました。これで晴れて、明日、エジプトを出国します。まあね、陽性だった時のことを、最悪な状況もちょっといろいろ想定して考えてたんですよね。まあショック受けすぎないようにと、絶望しないようにということでね、ということでしたけど、無事に陰性証明を取ることができましたね。よかったです。いやー、一安心。やっぱりこれがあるから、先々の計画とかがなかなか立てづらいですよね。いつも両面を予定しなきゃいけない。陰性だった時のための計画はもちろんですけれども、もしポジティブ、陽性だった場合に、いろいろな計画が崩れますからね。これはね、本当にドキドキしますよ。で、わからないですからね。
あのこればっかりはなんかでも嬉しかったな。とにかくまあね、あの運が良かったっていうこともそうですけど、まあ自己管理もねうまくできたっていうことも自分をちょっと褒めつつですね、陰性証明を取れたこと、もうそれで嬉しいっす。今日は最高です。アブシンベル神殿はね、まあ必ず一度は行かなきゃいけないとこだと思うんですよね。必ずいつか行きましょう。でも一連の流れをこう経験したことによってちょっと安心感生まれましたね。やっぱりエジプトっていろいろとちょっと不確定要素が多いんで、まあそういう中で、きちんとステップを踏めたっていうことが、まあちょっと自信になりましたし、また今後ね同じようなシチュエーションになったとしても、まあもう少しね余裕を持って対応できるかなというふうに思います。まあ皆さんがねアスワンまで来て陰性証明を取るということはなかなかないとは思うんですけども、まあ一応ねなかなかないからこそ情報も少ないと思うので、シェアさせていただきたいと思います。月いい思い出作らせていただきました。ありがとうございました。アスワンからカイロに向かって、カイロからヨーロッパに戻ります。はい、アスワンからカイロの国際空港に戻ってまいりました。結構びっくりしたのは、私もともと午後の便を取ってたんですけど、その便がキャンセルされて朝一の便に振り替えられたんですね。でびっくりしたのは、各駅停車みたいにアブシンベルから来たのかな、アスワン、ルクソール、アスワンを出てルクソールで一回降りて、着陸して客を降ろして、そしてルクソールからの客を乗せて、そしてここにたどり着いたんですよ。乗り合いバスじゃないんだからね、乗り合い飛行機みたいな感じで、本当コスパ重視で運航してるのにちょっとびっくりしましたね。こういうケース今までかつて乗ったことないんで、まあ非常にでもこの人がね、コロナ禍で人が少ない中で、うまく回してるんだなっていうふうに思いましたね。他の航空会社はどうかわかんないですけど、エジプト航空はこのようにちょっと各駅といいますか、乗り合いといいますか、まあそういうスタイルで便数を減らして運行してます。非常に斬新でした。カイロ空港のノボテルに、やってまいりました。明日から隔離生活が始まるので、明日からヨーロッパ戻りますけど、隔離期間も短いですけど5日間あるので、まああと雨も多くなるということで、まあ、今のうちにスイミングを楽しんで運動してヨーロッパに戻りたいと思いますね。エジプトでの最後の時間はいつも登ってる。
ロナ禍で海外渡航を観光しましたね。イギリスから今回はエジプトで、エジプトもビザ、アライバルビザでお金かかると思ったんですけど、結局アライバルビザかからないで1ヶ月とプラス2週間ビザなしで、滞在することができました。で、今回の滞在も本当にその期限ギリギリっていう感じでしたけど、特に、なんか引っかかることもなくスムーズに、出国の手続きができました。で、これからまたイギリスに再入国するんですけど、まあ状況はやっぱりこう変わっていて、私が前回日本からイギリスに入った時はもう自動化ゲートで普通に入れたんですけど、まあ今は陰性証明をはじめとして隔離も実際にあります。普通の隔離は10日間なんですけれども、テスト4リリースというパッケージを予約して、それによって陰性を証明できれば5日で隔離措置を切り上げることができます。あとやっぱ入出国、今まで以上にこう繊細ですし、非常に神経使ってる状況があるので、まあ、ちょっとストレスになりますし、なかなかね、搭乗ゲートにたどり着くまでは全く安心できないという、そんな状況です。搭乗ゲートに着くまで3回ほど陰性証明チェックされましたし、はい、非常にこうデリケート、センシティブに、チェックされます。まあ、そういったハードル、もろもろのハードルを超えたとしても行くべき渡航ということであれば、まあ、完全にここは自己責任ですよね。自分が果たすべきそういったルールを遵守して、またリスクも自らが責任を負っていくということであれば、渡航できると思います。それでは無事入国できますように。次はロンドン。ヒースローに着きました。飛行機から出てもすぐにですね、警察がチェックしてまして、パッセンジャーフォームをちゃんと入力しているか、その記録を一人一人チェックしてましたね。飛行機出てすぐチェックって感じで、まあ、何か不備があれば、厳しく規制される、そんな雰囲気ですね。無事に入国できました。自動化ゲートはもう一切閉鎖されていまして、一人一人インタビューを受ける形でした。で、結構細かくね、突っ込まれたりとかしてちょっと緊張したんですけど、なんとか無事に入国できました。今回はね、本当に準備に結構苦労したんで嬉しいですね、入れたのが。1ヶ月半ぶりぐらいの雨です。雨の国に帰ってまいりました。